10秒クッキングどうも、ヒッピーです。ナギです。今回は乾麺ね。乾麺ですよ。10秒で作るよね。10秒で作るんです。これ何？ミートソースのレトルトというか、これはもうクッキング済みのものでは、なんていうのかな、温めるのはいいんですか？まあ、パスタ茹でる時のお湯を利用してる一環というか、まあ、これ調理にはならないというか、あ、結構都合がいいか。まあ、一応まあ味あった方がいいんで、一応レトルトだけ、まあ、一回これ出しますか。もう温まったと思うんで。調理ではない、これは。調理ではないです、ね、調理ではないです。はい、じゃあもう手順こんだけですからね。それでは10秒クッキングミートソースパスタいきたいと思います。はい、よーい、スタート。3秒。はい、完成。うわ、色が濃っ。おっ、なんすかこの土手みたいな。あ、なんかうまそうやん。いただきます。お願いします。ちょっと待って、ミートソースか。うまっ。そりゃそうだろ、ミートソースだけだからね、うん、今。じゃあパスタの方。うわ、ぶり食いにくいでこれ。いや、作っといて文句言っちゃダメですよ。あ、そうだ。あっ、あ、いいっすね。はい、いただきます。いいっすね。うん、あ、うん、お、意外とポリポリいってます、ね、ミートソーススナック。これ、うわ、え、あれ、これ、下手にちょっと茹だってないパスタよりいけるよ。あ、嘘。え、みんなこれいけるよ。ちょっとなんか噛み寄ったら、うん、ちゃんと飯になってくる。ミートソースのおかげ。いや、うまい。いや、もう結果今似てますからね。いや、でも10秒で作ったやつも全然食える。あ、なるほどね。生きるために。あ、生きるためのもの。生きるためのもんじゃね。うん、美味しく食べようと思ったらもう4分50秒いるかな。今週もご視聴ありがとうございました。いや、ありがとうございました。この動画がいいと思ったらグッドボタン、そしてコメント書いてください。コメントには全部俺返信させてもらってるんで、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは、ほいじゃあね。